皆さんこんばんは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日はタイトルにあります通り、ボランティアを始めました。そのボランティアというのは、子ども食堂で、食事を作ることです。ところで、皆さんは子ども食堂というのはご存知でしょうか。言葉としては聞いたことがある、行ったことがある、実際にボランティアをしているという方もいらっしゃるかもしれませんが、それぞれだと思います。今日はそんな子ども食堂についてご紹介をさせていただきたいと思います。実際にボランティアをしてみて、私も内側から見てみることで知ったいろいろな、良い点がたくさんありますので、今日はそちらを皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思っております。すでにご存知の方には繰り返しになってしまうかもしれませんが、今日は何もご存知ないという方や、興味がある方に向けての動画になりますので、ご了承いただければと思います。では概要欄に子ども食堂ネットワークというリンクを貼り付けてありますので、そちらをご覧いただきたいと思うのですが、画面にも、提示させていただきます。こちらには全国の子ども食堂が載っています。子ども食堂という名前から子どもしか利用できないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、子ども食堂を実施している団体は実に様々です。地域の自治体がボランティアで実施をしているところ、NPO 法人、社会福祉法人、また普段は喫茶店、カフェ、食堂などを経営されている方がご厚意や善意で週に一度あるいは月に一度といった形で子ども食堂の日を設けているといったパターンもあります。子ども食堂ネットワークのホームページを見ていただくとわかるのですが、最上段のところに子ども食堂で食事をとりたい人、そしてお手伝いをしたい人、また子ども食堂を作りたい人ということで、それぞれに案内が載っています。私は現在 NPO 法人が立ち上げている子ども食堂をお手伝いをしています。そこでは地域で空いている施設を貸し切ってですね、そこを事業の母体として行っています。子ども食堂を毎日、経営したいとのことですが、現状は英会話教室であったり、いろいろな人が集まったり、そういった形の場所としても使われております。お昼間のご飯、そして夕方7時からお帰りご飯という形で経営をしている状況になります。実際にボランティアを始めてみて思ったことは、来られる方々は実に様々だということです。私は最初、子ども食堂という名前から子ども向けだけのイメージでしたが、実際には小さなお子様がいらっしゃる一人親家庭の方、または両親が揃っているけれども小さなお子さんがいるお母様ですね、が小さなお子様を連れていらっしゃったり、あるいは地域のご高齢者様がお一人でいらっしゃったり、あるいは今日は食事を作りたくないよというような方がですね、気軽にいらっしゃったりと、いろいろな方が来ていただいているという状況になります。私が現在お手伝いをさせていただいている子ども食堂では、等しく、料金を500円から600円の範囲で、その日のメニューに応じてお金を頂戴しているということになりますので、実際には地域の普通の食堂ですねと、あまり変わりはないスタイルではありますが、経営をする母体によってはお子様は無料、あるいは100円ぐらいだったり、いろいろな方法を取られています。ですので、例えば一人暮らしの方、ご自身で自分の分を作るのがめんどくさいよ、あるいは栄養があるものを食べたい、人が作ったものを食べたい、もしくは人と会話をしながら楽しく食べたいというような方でもですね、利用できる子ども食堂はたくさんあります。子ども食堂によっては子どもだけをターゲットとしている場合ももちろんございます。
とは例えば宿題も見てあげるであったり、その食事の前に1時間前に集合をして、何かレクリエーションや遊びをしていたり、学童のようなイメージですかね、であったり、あとは、食事のマナーいただきます、あるいは料理のお手伝いであったりお片付けを手伝ってもらうというようなところもございます。そういったところは教育的な要素が非常に強くなっていますね。私はまだ、夜のお帰りご飯についてはお手伝いをしていない状況になりますが、お昼のお手伝いをさせていただく中で、小さなお子様がいるお母様ですねが、例えば毎日のお料理に困っていたり、お子様が、作ったものを食べていただけなかったり、あるいは毎日のレシピに困っていたりといった方がいらっしゃったりします。お子様がもりもり食べてくれるのを見ながら、ご自身も、自分で作ったものではなくて人に作ってもらったものを召し上がって、嬉しそうに帰られたりする様子も、見ていますし、また、ご高齢者様がその時に一緒にいらっしゃることで、お子様になんていう名前なのなんていうことを話しかけたりですとか、高齢者様にとっても寂しい思いをこう紛らわせたり、あるいは、小さなお子様と関わる機会が得られてとてもいいなというふうに思いました。お仕事をリタイアされているような、高齢の男性や女性もお手伝い側に回られていて、お店番をされたりしています。私がお手伝いをしている事業所ではお料理当番、そしてそのお店番ですねをお手伝いした方は、その日のお料理が無料で食べることができるというシステムになっておりますので、お店番などを通じてですね、ご自身の体力がまだまだ続く範囲でできることをしたいということで、お掃除をきれいにしていただいたり、電話を取っていただいたりしながら、私たちが作るお料理をですね、そばで勉強したいというような方もいらっしゃいます。もちろん運営する母体によってやり方やルールは違いますので、まずは子ども食堂ネットワークを開いていただいてですね、お近くの子ども食堂ネットワーク、子ども食堂というのが、どういったものがあるのか、どういった活動をしているのか、開いてみていただけると嬉しいなと思います。そしてその先に、一度行ってみよう、あるいはお手伝いをしてみよう、寄付をしてみようといった働きにつながればなお嬉しいです。最後になりますが、子ども食堂によってはいろいろな寄付を募集しているところがあります。日本ではまだまだ寄付というと施しといったような悪いイメージがある場合もあるかもしれませんが、子ども食堂ネットワークをご覧いただければお分かりの通り、例えばお米や野菜、肉や魚が必要ですよ、あるいはお手伝いをしてくれる人材を必要としていますよ、あるいは、お金が、必要としていますよといった形でですね、それぞれの、かわいいマークがついていますので、お近くの子ども食堂をお調べいただいて、その子ども食堂が何を募集しているのかというのを見ていただけると嬉しいなと思います。その中で例えば、少しのお金であれば寄付できるよ、あるいは、何かねお店を経営されていたり、ご自身で農業などをされていて、お野菜が収穫取れすぎて余っているといった場合でもですね、引き受けてくれる場合もありますので、そういった意味でもですね、フードロスの改善にもつながっていくんじゃないかなと私は思っています。またご高齢者様が毎日いらしていただくことによって、その方のですね様子の確認であったりといった、高齢者の福祉制度といったニュアンスも含んでいるなと思いますし、また母子家庭、あるいはお母さん、あるいは一人親家庭で今父子家庭も増えてきていますので、お父様だけのご家庭の場合、どうしても男性というのはですね、全員ではもちろんありませんが、お仕事が忙しいのでお金は十分かもしれませんが、栄養面であったりその食事の面が
どうしてもお金を渡してこれ食べといてというようなことになりがちのご家庭も多く見受けられますので、そういった方々のですね、栄養の改善にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。ぜひ、この動画で興味を持たれた方、まずは子ども食堂ネットワークのホームページをご覧いただいてですね、その先に、つながれば、今回の動画私としては大変嬉しいなと思っております。ぜひぜひ、子ども食堂、名前の通りの子どもだけのものではありませんので、お近くのね子ども食堂をお調べいただいて足を運んでみるところから始めていただければ、幸いでございます。本日は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。